団の体制は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンター所属の機種。滋賀県出身。JRA 及びマスコミ各社の表記ルールにより、一部の地方競馬を除いて、競馬中継や新聞、雑誌では、団の体制と表記される。立東トレーニングセンターのジュニアチームに所属し、機種を目指した。 立冬私立立冬中学校を卒業後、JRA 競馬学校騎士課程に入学し、第35期生として、同期は岩田美久、大塚海渡り、亀田春宗、小林良大、斉藤慎、菅原秋義。2019年に、父、段野正が、調教助手として所属する、立冬、斉藤隆史級者からデビュー。父が管理する多賀のジーニアスで、初勝利を挙げた。 2021年1月17日、昇竜育くで、日経新春杯を勝利し、重賞初勝利を挙げた。2021年3月7日、阪神競馬第 6R を、ユアヒストリーで勝利し、JRA 通算100勝を達成した。また、地方指定交流競争で、JRA 所属場に起乗して1勝しており、合わせて101勝となったため、 見習い機種に対する減量の特典が終了した。目標とする機種は竹豊か。機場技術や人間性も素晴らしいが、ハングリー精神を見習いたいという趣味はブラックバス釣り。2021年4月時点での機場依頼中会社は元お笑い芸人、シングの吉井新一である。ありがとうございます。